さあ、いよいよ直線の攻防。先頭変わって、エシンアンナ、エシンアンナ、先頭。2番手は、メジロリング、追いすがる。あと200メートル、エシンアンナ、先頭だ。しかし、後続の足色もなかなかいい。メジロリング、追いすがります。内から一気に、当選満月、エシンアンナ。大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った名将ホムラ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はミオノゴールド、先頭を捉えるか。さあ河内ソレイユ一気に来た、名将ホムラ先頭、1馬身から2馬身のリード。名将ホムラ粘る、オリエンタルエッジ迫る、外から一気にオリエンタルエッジ、名将ホムラ、名将ホムラ1着、2着にはどうやらオリエンタルエッジ、見事に勝ちました。名将ホムラ、河内ソレイユ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ、いよいよ直線の攻防。最後の追い比べ。先頭はニフティニース。残り200メートル。先頭は第1ルビー、ニフティニース。必死に追いすがります。2番手はニフティニース。第1ルビー、1着。第1ルビー、完勝。第1ルビー、1着。2着はニフティニース。1番人気に応えました。第1ルビー、見事です。Thank you.